これだけその筋肉美が美しい体をパンプアップあるいはビルトアップされた体と表現しますけれども、はい、いやその勢いを超越してる体ですね、これはね。本当ですね、まあ、さっきあの雰囲気が控え室で言ってましたけど、はい、まあ、筋肉の化けみたいなというようなそんな表現だったんですけどね、うん、確かにこれ大変なパワーですよね、うん。まあ、よく菊さんが形容されますが、これだけその筋肉がついていると動きが鈍くなるんじゃなくて逆にその肉の鎧をつけているというね表現がよく菊さんはされますけれども、打たれ強くはなりますね、はい、ただあの筋肉のつけ方によって柔らかさが失われる場合があります。いや今場内の方からあれだけその力で筋肉でその盛り返していったこのポージングにものすごい拍手が湧いているという、そうかそうかという自分で首を縦に振って納得しているデイビーボーイスミス。いやちょっと攻めあぐんでいるサムソン雰囲気であります。まあ、菊さんの方からもありました、はい、これ一番苦手とする選手というね、そうですね、サムソンのコメントがありますが、はいはい、単なるパワーファイターじゃなくて飛べますしね、技もありますし、ただもう雰囲気がさっき言ってましたようにチャンスがあるとすればこの硬い体をどう丸め込むかということでしょうね、はい、まあ、特にパワーでいったらやっぱりちょっとパワーでかなあなんですかね。場内に対して拍手のコール、いわゆる8ビートを拍手で刻めというそういったボディアクションを示したスミスに対して蹴りを見舞っていったサムソン・フィユキ。まあ、どうなんですか菊さんの方からまあお話がありました、その丸め込むようなプロレスができればサムソンの活路というかいわゆる勝機が見出せるという話がありましたが、はいはい、もっと分かりやすく言いますとどうなんでしょうかね、これは、まあ、いわゆる返し技ですね、はい、相手の力を利用してくると丸め込む、例えば組み固めとか、はい、ああいった返し技ですね。ははは、いわゆるまあ直線的に力でそのぶつかっていくには、はい、あまりにもデイビーボーイスミスにはこれだけの体ですから、はいはい、危険が伴うということなんですね、はい、例えば強引にあのボディスラムに来ようとするところをくるっと丸め込むとか、はい、そういったケースですよね。まあそれはやはり自分が一番そのサムソン・フィユキにとっては一番苦手な選手だけに、はい、自分もそういうことは当然体であるいは頭の中で青写真は描いていることと思うんですが、はいはい、なかなかそう思うようにレスリングというのは運ばないんですよね。そうですよね、まして相手のある格闘技ですからね、自分の思う通りに相手が動いてくればこれは勝つのは当たり前ですからね、お互いに自分のペースに引きずり込もうというのが戦いですから。まあそれにしてもこのトータル的なあのいわゆるカリビアンな髪型、そしてそれと打って変わってビルトアップされた上半身、はい、デイビーボーイスミスは本当まあ来日ごとにいろんな話題を投げかけてくれる選手ではあるんですが、まあ、あの NWA でも活躍してましたしカルガリーでも主役を取ってましたけど、はい、やはり本人はこの WWE のカラーが好きなんですね。こういうコスチュームが似合います、やっぱり。そうですよね、あのキッドと別れてもシングルプレイヤーになっても WWF でやりたいというやはりこのカラーが合ってますよね。いやーサムソン・フィユキ、ご覧のようにリストアップしている、まあリフトアップしているデイビーボーイスミス、場内から大きなどよめきと歓声が生まれています。まあ福井のお客さんもそのデイビーボーイスミスの写真は何らかの形で情報は入手されていると思いますが、はいはい、実際生で見てこれだけのものすごい肉弾がリング上6メートル40センチの四方に登場するとやはり、はい、これだけの長い対空時間のすごい長いですね、すごいですよ、ものすごい長い、頭の血が下がっちゃいますよこれ。このまま後方に投げ込んでいくのか、ブレンバスターをそのままいやそのまま打ち込んでいった、ひょっとしたら日本新記録ですね。これぞ長い滞空時間のデイビーボーイスペシャルブレンバスター。何食わぬ顔をしているデイビーボーイスミス、サムソン抑え込みの体勢カウント。いやサムソンはこれは苦しい戦いを強いられてますね菊さんね。ましてあそこで完全にもう自分の攻撃のタイミングずらされてますからね、もう15秒あるいは20秒と言わんや、はい、長い時間本当に頭に血が昇るかというような滞空時間でですねブレンバスターを打った後、いや僕も30年プロレス見つけて見てますけどこんな滞空時間の長いあの初めて見ましたね。まあこれは受けるサムソンにとってもダメージが大きいし、はいはいはい、見ているお客様に対してのアピールでもこれはものすごいものがありますよね。まあサムソンとして見れば完全に自分のペースを奪うチャンス失われたわけでしょうか。はい、サムソンの表情がこのように映っているわけでありますが、いや、やはりまあ体力の消耗こそまだまだないものの、やはり苦しさというか精神的な苦しさ、はい、
ロメロスペシャルにこのままちょっと不敵な笑いを浮かべて、まだまだスミスは余裕たっぷりありますからね。2つ、3つ目で反動をつけてロメロスペシャル、ビルトアップされた上半身、そして決して小さくないサムソン雰囲気の上半身なんですが、ご覧のように今日は小さく見えるロメロスペシャル。危ないぞサムソン雰囲気、危ない、このまま状態でもがいているサムソン雰囲気。いや、こうなってくると岸さん、はい、スミスの独壇場ですよね。そうですね、今のロメロスペシャルだとほとんどジュニアヘビー級の選手しか使えない技ですけどね、これだけのヘビー級が使うんですからね。サムソンの体って軽くないですよ。そうですよね、これを軽くあれだけ持ち上げて、足の力で持ち上げちゃうんですからね。サムソン苦悶の表情、リング上からはご覧のようにもう一回観客に対してのアピール、8ビートを手拍子でクラップで刻め、クラップオブ8ビートという感じなんでしょうか。いや、まさに WWF の選手は会場に詰めかけたお客様を自分の味方にしてしまう、まさにエンターテインメントであります。セコンドについている北原がちょっとレフリーに対してのアピールを施している。ゆっくりと右手で来い来いという手招き。サムソン冬樹エプロンサイドからゆっくりと相手の動きを睨んで、この放送席の前からエプロンサイドセカンドロープを掴んで、まあサムソンもやはり菊池さんのご指摘のようにですね、はい、デイビー・スミスはやはりどうなんでしょうね、まあ、この放送席にダイレクト、放送席にダイレクト打ち込んでいった。いやー、菊さんと私の本当ちょうど正面ですね、サムソン雰囲気がスミスを打ち捨てていったんですが、サムソンがチャンスつかむために場外なんてさっきから狙ってましたからね。なるほどね、まあそういう意味では私どももね、まあ、菊さんの方は当然もう三十数年という歴史がありますから、その辺はやっぱりレスリング、レスラーの目線の動きでわかるんですね。いや、でもまさかこういう真正面に投げ込まれるとは思ってなかったですよ。いや、私どもも数多くこの SWS の実況を担当しておりますが、まあまさにこの実況で培われた逃げ上手というところなんでしょうが、まあ、逃げ足だけは早くしておきましょう。はい、さあその第6試合、ちょっときな臭い雰囲気になってきました。サムソン雰囲気対デイビーボーイスミス、まあ、しかし私どもはその被害者になりはするものの、ああいうふうにちょこちょこっとサムソン雰囲気も場外にですね、はい、行ってデイビーボーイスミスのいわゆるなんていうのか勝機、あのいわゆる勝ち気をちょっとそらしていくっていうのも、ペースを外さないとやっぱり自分の勝機見出せないですからね。そうですよね。ただあのスミスは完全に超満員のお客さん、自分の味方につけてしまいましたからね、兵器としてはやりにくいですよ。まあ一つ一つの投げ技、あるいは飛び技、そして力技のスイッチングはデイビーボーイスミスはですね、やはり大型レスラーへの転向を果たしているだけに動きが遅いんですが、このパイルドラママと測っていましたが、10秒近くの、あーカウントない、危ない危ない、サムソン雰囲気カウント2でかろうして返していった。いやー、今のはどうなんでしょうかね、ドリルホール、パイルドライバー、ドリルホールパイルドライバーですね。そうですね、スミスはまだまだいろんな技持ってますからね。いや、私どもはそういったスミスのですね、引き出しから飛び出してくるいろんな技を見たいんですが、まあ、それを受けるサムソン雰囲気はこれはもう大変なことになります。一つ一つが大技で破壊力が強い、ニールキックを見舞っていく、そして飛び込んでいってそのままもつれて場外、場外にも連れ込んでいったサムソン雰囲気が果たしてリング内からどうする、セカンドロープからトップロープに、トップロープに仁王立ちサムソン雰囲気、そのままスミスに突っ込んでいった、顔面に突っ込んでいったサムソン雰囲気、デイビーボーイスミスがちょうど目頭顔面を押さえている。どうですか菊さん、今のは、まあ、スミスとしては大きなダメージを受けてないですね。はい、これはもうある意味でどうなんでしょう菊ちゃん、サムソン雰囲気は捨て身技と言ってもいいかもしれませんね。まあこれも一つのロープを挟んでの捨て身技に転換できるのか、サムソン力で逆に今度はデイビーボーイスミスが返していく、くるっとパンツを握って後方バックの取り合い、くるっとサムソン雰囲気も返していった、抑え込める体勢、カウントは、いや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 、ああいう形で丸め込むしか勝機ないです。今のでもう
本当は勝負決めたかったんでしょうね。なるほど、ニュートラルコーナーからラリアットをかわした。もう一回今度は両足で蹴りを見舞っていった。ゆっくりと今度はもう一回ニュートラルコーナー、ダウンロープからセカンドロープ、そしてトップロープ。しかしいち早くスミスが待ち込んでいる。いやースリークスコア、それをそのままそのままどうするんでしょうか。オクラホマスタンピートですか。そうですね、オクラホマスタンピート、いやーカウントスリー。いや、オクラホマスタンピート、あるいはパワースラムに変えて投げを打っていくのかというところだったんですが、ご覧のように一つ二つ首を縦に振ってうなずいているデイビーボーイスミス、右手を高々と45度に打ち上げていくデイビーボーイスミス。今日の第6試合10分49秒、体固めでデイビーボーイスミスがサンソンフリーキを破った一戦であります。